マジでクソ寒いのは事実じゃん。最近急に冬じゃねみたいな、切れそうになるもんね、この寒さに。でさ、暖房器具を買おうと、もう東京引っ越してきてから一生クーラーの暖房で耐えしのいできたわけ。クーラーの暖房ってマジでゴミで、すんげえ気分悪くなるじゃん、あれ。まず服は知らねえよ、これなんでこんな出てんだよ。誰だよこんな服着せたの。おい、うめえ、アナシンクだ、ふざけんじゃねえぞ、こんな肌見出させやがって。こっちの意図じゃねえんだよ、なんでこんな肌見せなきゃいけねえんだよ。なんで下乳出してるの。もうなんで下乳出してるかを紐解いて、じゃあ話す。いいよ。僕って初期衣装、第二衣装、これ第二衣装なんだけど、第二衣装、第三衣装って全部下乳で出てんのね。デビューするときになんかグラビアアイドルの写真みたいな見せられて、当時の運営さんに下乳出てるグラビアアイドルみたいな生の女の写真見せられて、こういうのいいんじゃないみたいな、こういうのいいんじゃないですかって言われて、いいっすねって拍手したらこの衣装になっためっちゃいいじゃないですかって地の底から声出したらそれになった。お互い合意の上でしたね。全然ノリノリで、もう踊りながら、小踊りしながら、いいっすねって言ったらこれになった